草刈正雄さんには大塚悦子さんというとても美人な妻との間に、美男美女の一男二女の子供がいます。しかし、息子の裕二さんは最近事故で亡くなったみたいですね。その死因についてはいろいろ憶測が流れていたようですが、その真相は？また、嫁の大塚悦子さんとの結婚、馴れ初めは、草刈正雄若い頃画像、ハーフだがカツラ認めてる、からの続きです。草刈正雄さんのプロフィール、名前、草刈正雄。出身地、福岡県、生年月日、1952年9月5日。年齢、66歳、執筆時、身長、185センチ、血液型、O 型、学歴、東京都立青山高等学校定時制卒業、所属、バービーオフィス。草刈正雄さんの嫁、大塚悦子さん。草刈正雄さんは1977年のドラマ、華麗なる刑事で共演したモデルの大塚悦子さんと9年の交際の末、1988年12月31日に結婚し、一男二女の父親となります。こちらが大塚悦子さんの若い頃の写真です。グラビアのようなこともなさっていたみたいですね。とても可愛らしくて綺麗な方ですね。モデル時代から親友だった勝野博さんに勧められ、二人で飲んでいたその場で電話してプロポーズし、翌日に婚姻届を提出したのだそうです。大塚悦子さんは1958年生まれで、草刈正雄さんの6歳年下。大塚悦子さんは現在は芸能界を引退しており、草刈正雄さんと3人の子供たちが所属する芸能事務所、バービーオフィスの代表取締役をなさっています。夫婦仲はとても良好で、おしどり夫婦として知られています。草刈さんにとってのウォーリーとイブのような運命の出会いは、と聞かれると、それはやっぱり奥さん、元モデルの大塚悦子、でしょわら、とのろけていた。草刈正雄が180キロの巨漢役にオールイー、ウォーリー、アフレコ収録。こんな素敵な男性にここまでのろけられるなんて、きっと大塚悦子さんもとても素敵な方なのでしょうね。草刈正雄さんは毎朝の愛妻朝食を食べている時が一番の幸せなのだそうです。また、草刈正雄さんによると、家庭ではお小遣い制で、奥さんの大塚悦子さんがリーダーシップをとっており、それが家庭円満の秘訣なのだそうです。2016年の NHK 大河ドラマ、真田丸での真田昌幸役が話題になりましたが、それに絡めて、こんな発言をしています。女性がリーダーシップを取ってくれた方が家庭はうまくいくと思います。ちなみにうちはお小遣い制。僕が参謀、真田昌幸ならば、妻は大将、武田信玄ですよ。武田信玄公の言うことを聞いていれば間違いない、わら。妻には感謝していますが、僕はサプライズなんかが苦手でね。実は結婚式を挙げていないんですよ。そこで、長女のコーランが、3年前の結婚記念日に、サプライズ式を挙げてくれたんです。随分洒落たことをするなと感心しました。女房も上でイングドレスにちょっと気恥ずかしそうで。でも嬉しそうでした。草刈正雄、正幸ロス、文田、真田丸、熱演、支えた妻の献身。絵に描いたような素敵な夫婦関係&親子関係ですね。それにしても、美男美女のウェディングドレス姿、さぞかし映えたことでしょうね。草刈正雄さんの息子長男の転落死。草刈正雄さんの長男は裕二、裕志さんと言います。裕志さんは1991年3月20日生まれ。2008年にロックバンド、ずっとズレてるずのメンバーとして、浜田雅俊さんの長男浜岡本さん、岡本玲治さんらと活動していました。2009年に同バンドは解散し、その後はバンクロールを経てソロ活動を続けていました。しかし、2015年2月14日に渋谷区にあるマンションの7階から転落死します。23歳でした。そのマンションは、草刈正雄さんの所属事務所があり、裕二さんはそこから転落したのだそうです。時折事務所に訪れ、一人で泊まり込んでは絵画などの制作活動を行っていたのだそうです。
有志さんの転落死の真相は薬、障害？警察の実況見分によると、事故当時、有志さんは窓辺に腰掛けていたのだそうです。そして、何らかの理由で転落し、その際、落ちないようにベランダの手すりにしがみつこうとした形跡があったとのことです。そのため、事件性はなく、自殺でもなく、不幸な事故だったと結論付けられています。また、周囲の関係者も、自殺の可能性を否定していたようです。事故の原因としては、突風に煽られてしまったのではないか、という説があります。他には、龍二さんは躁うつ病を患っていて、その薬のせいで意識が朦朧となり、それが転落の引き金になった、などという説もあったようです。しかし、いずれもあくまで噂レベルの話であり、真相は不明です。いずれにせよ、現場の状況から、有志さんの自発的な意思によるものではないことは確かなようです。なお、草刈正雄さんは事故を聞きつけて2時間後に現場に向かい、突っ伏して号泣しながら、なんで死んだんだ、と大声で叫ぶ姿が近隣住民に目撃されていたみたいですね。草刈正雄さんは、龍二さんが子供の頃には、自分の仕事のことで頭がいっぱいで、あまり面倒を見てやれず良い父親とは言えなかった、と振り返っています。龍二さんの四十九日には、龍二さんに対して、ごめんな、許してくれ、愛しているよ、ありがとう、の四つの言葉を送ったのだそうです。そういったことから、不死の確執の存在と、そこに転落死の原因を求める憶測も出てきたようです。しかし、やはり憶測は憶測に過ぎず、本当のところは亡くなってしまった有志さんにしかわからない、というところに落ち着きそうです。真田丸、出演の際には、息子が生きていたら、真田丸の芝居を、親父、良かったよ、って言うかもしれませんね。男同士ですからね、息子もちゃんと見ていてくれたと思いますよ。草刈正雄、正幸ロス、文画、真田丸、熱演、支えた妻の献身。と、有志さんへの思いを口にしています。有志さんの肉体はもうこの世にありませんが、草刈正雄さんの心にずっと残り続けて、父親のことを応援し続けることでしょうね。草刈正雄さんの娘、コーランさんと草刈真優さんについてに続きます。